かっこいい肩というのは、バランスが悪く細長い肩ではなく、すべての筋肉のバランスが整っていて丸みのある肩を指します。しかし実は丸い肩を作るのは簡単ではなく、肩についての解剖学的な知識や科学的に裏付けられた鍛え方をする必要がありますが、これらを知らないと丸みのあるメロンのような肩ではなく、縦長のピーナッツのような肩になってしまいます。この動画では丸みのある肩を作るために絶対にやってほしい4つの鍛え方について、科学的なデータをもとに解説します。当たり前ですが、肩を巨大化させるためには肩を鍛える必要があります。三角筋には前部と中部、後部の3つが存在していますが、横から見た時に非常に重要になるのは前部と後部です。中部は鍛えても正面から見た時の肩の印象は変わりますが、ここを成長させても横から見た外見、肩に丸みを帯びさせることはかなり難しいです。そのため細長い肩に丸みをつけるときは、肩の前方と後方が重要になります。三角筋でいうと前部と後部です。この筋肉を成長させることで細長い肩の横の部分が膨らむようになります。特に後部は前部と比べると非常に成長しづらい可能性があり、マイケル・ガンディル博士の調査ではトレーニング未経験者と比べて後部のサイズはそこまで差がないことが報告されています。後部のサイズはプラス 10-15% であり、中部の 300% や前部の 500% と比べるとはるかに小さいことがわかります。さらに2001年の調査でも、肩の外筋や安全性のために三角筋後部を強化することを推奨しています。三角筋前部は腕を上に上げる肩関節の屈曲や腕を閉じる水平内転によって働き、前部はベンチプレスやインクラインプレスなど大胸筋のプレストレーニングでかなり活動していますが、直立したプレス運動をするだけで最高レベルで三角筋前部を活性化できることを示しています。バスキーの2000年の EMG 研究では、ミリタリープレスはバーベルベンチプレス、フロントレイズよりも約 40% 高い三角筋前部の活動を示しています。さらに立ち上がることで三角筋全体の活動が上昇するということを示す研究がいくつか存在しています。ショルダープレスのやり方について調べた研究では、立ち上がることで座った状態よりも三角筋前部の活動がわずかに増え、中部と後部が大幅な上昇を示しています。ショルダープレスでは座った状態で行うパターンが多いですが、その方法で行うより立ち上がることで不安定になり、それを支えるために肩の筋肉がより活動的になります。さらにある研究では、アーノルドプレスをすることでショルダープレスよりも三角筋前部の優位な増加が確認されました。アーノルドプレスに興味がある人はぜひ試してみてください。三角筋の後部は前部とほぼ逆です。腕を下に下げる肩関節の伸展、そして開く水平外転、肩関節のトレーニングでは水平外転を使うのがおすすめです。多くの筋電図分析ではマシンのリバースフライが三角筋後部の活動を最も高めていることを示しています。この運動に加えて筋肉のストレッチを入れると筋肥大効果が倍増します。膨大なデータと複数のメタ分析で、筋肉が最も成長するのは筋繊維が伸びているポジションであるということを示しているように、この位置で負荷を入れることでトレーニング効果を増やすことができます。そのためショルダープレスでは自分の肩にダンベルが触れるまで下げて、リバースフライではマシンではなくケーブルを使って引っ張るようにすると、筋肉が伸びている位置で負荷を入れることができます。パンプや追い込み感などを求める場合は、
収縮部分を優先した方がいいですが、筋肥大を優先させる場合は間違いなくストレッチを意識した方が効果的です。肩の外見を整える上で今すぐ実行でき、すぐに効果があるのは姿勢を正しいものにすること。特に肩を結構鍛えているのに丸みが出ないとか、後部の成長が変わらない場合、一番最初に姿勢を疑ってください。2017年の調査では、ウェイトリフティング選手はトレーニング経験のない人と比較して猫背のように肩が前方に出ている傾向が非常に高いことが分かりました。これはおそらく先ほどの調査でも紹介したように、三角筋の中で最も成長しやすいのは前部であり、肩のバランスが崩れるのも大体前部が強すぎるということが原因です。姿勢を正すことは怪我や肩の安全性を高めることはもちろん、肩の外筋を良くし、より全体的に丸みのある肩を作ります。逆に背中が丸まっており、肩が前に出ている場合、三角筋の後部が伸ばされることによってこの部分の凹凸がなくなります。複数の文献に基づくと、猫背のように背中が丸まり肩が前に出てしまう原因は2つあります。1つは体の前面の筋肉の柔軟性、特に重要なのは大胸筋のあたり。この部分の柔軟性が足りていないと猫背のように肩が内側に引っ張られる可能性があります。この柔軟性を改善させるためには、フォームローラーを使用して胸郭を伸ばすようにすると大胸筋周辺が柔らかくなります。2013年の研究では、この運動が胸郭の可動性を改善する可能性があることを示しています。まず手を頭の後ろで組んで、フォームローラーを背中の上部から中部にかけておきます。息を吐きながら胸を広げるように背中を反らせます。この状態を10秒ほど維持して何度か繰り返します。ポイントとしては、過度に腰を反らせないようにしてください。伸ばすのは胸郭であるため、反らせるのは大胸筋あたりだけで、腰を反らせる必要はありません。そしてもう一つのストレッチは、ゴムチューブを使います。ゴムの方がある程度遊びが効くので、安全にストレッチをかけることができます。まずは一番ゴムの力が弱いチューブを選んで、手のひらを下にして肩幅より少し広めに持ちます。そしてそのまま肘を伸ばしたまま、ゆっくり自分の頭上を通って後ろに回します。そして自分の背面にゴムチューブが当たるまでこの運動を行います。これをすることで自分の大胸筋や三角筋の全部が伸びるのを感じると思います。ポイントとしては、必ず肘を伸ばした状態で行うこと、そしてできるだけ僧帽筋には力を入れずにリラックスし、頭の上を通すときに肩がすくまないように注意してください。まずは肩幅から少し広めで、一番張力の弱いゴムを使いましょう。そしてどんどん柔軟性が強くなってきたら、手幅を狭くして肩幅くらいにしてみたり、力の強いゴムを使用してください。この2つの運動を筋トレ前または筋トレ後にやるのがおすすめです。特にゴムチューブを使ったタイプのストレッチングは、柔軟性を高めることでダンベルプレスでのダンベルがより下に下げられたり、プレス系トレーニングの可動域を増やしてくれる可能性があるので、筋トレ前にやるのがおすすめです。2つ目の姿勢が悪くなる原因は、特定の筋肉のトレーニング不足です。2010年の臨床試験では、水泳選手を対象に肩の姿勢についての調査を行い、肩が前に出ている被験者に僧帽筋のチューブ、僧帽筋の下部、そして前鋸筋の強化によって姿勢が改善したことを報告しました。僧帽筋のチューブと下部は
背中トレーニングや先ほど紹介した三角筋後部のトレーニングで十分鍛えることができ、多くの人は問題ないと思いますが、姿勢の改善に一番効果のあった前鋸筋は普通のトレーニングではなかなか鍛えることができず、トレーニングを何年もしている人でもそこまで成長させることができない可能性があります。この筋肉は肩甲骨を広げたり、上に回転させるのに活躍する筋肉です。誰もが知っている種目で最も効果的なのは腕立て伏せ。一般的にはプレストレーニング、特にインクラインのプレスなどでスタビライザー的に働いていますが、ベンチプレスはベンチ台に背中を押し付けるため、肩甲骨の自由が効きません。腕立て伏せはベンチ台がなく、肩甲骨を自由に動かせることから、ベンチプレスよりも前鋸筋を鍛えることができます。さらにこの腕立て伏せに背中を丸めて、肩甲骨を広げる運動を追加することで、前鋸筋を高いレベルで活性化させることができます。2004年のプッシュアップ中の前鋸筋の活動について調べた研究では、背中を丸めて肩甲骨を広げる運動を追加すると、前鋸筋の活動が 50% 近く増えたことを示しています。姿勢をできるだけ早く直して肩の外筋を整えたい人は、先ほど紹介したストレッチとこの運動を組み合わせることで、肩の丸みが作りやすくなります。肩の丸みを作る上で意外と重要なのが上腕三頭筋です。丸い肩を作るとき、一番重要なのが実は肩の後ろ側。フィットネスの研究者であるメノヘンゼルマンズ博士は、三角筋の前部は唯一オーバートレーニングされている筋肉であり、ショルダープレスが不要なくらい成長しやすいと話しているように、ほとんど何もしなくても成長する可能性があります。これはベンチプレスなどのプレストレーニングで十分成長するためです。逆に後部の方は成長しにくく、マイケル・ガンディル博士の三角筋サイズの調査を見ても、前部よりも明らかに成長しにくいことがわかります。そのため肩の丸みを作るために、ほとんどの人は肩の後ろ側に注目した方が効率的です。この部分を鍛えるためには、三角筋後部のトレーニングをすることはもちろんですが、意外と重要なのが上腕三頭筋です。上腕三頭筋は全ての頭が前腕に挿入されているため、肘関節に関係しますが、その中でも長頭のみ肩から前腕にかけて伸びています。特に長頭は肩の後ろ側にあり、三角筋後部の下を通っている筋肉であるため、この筋肉を巨大化させることは、肩の後部のサイズを大きくして、上に押し上げてくれる可能性があります。長頭を鍛えるポイントについては、簡単に解説すると、オーバーヘッドにすること、肩関節の伸展を使うこと、トライセプスエクステンションでオーバーヘッドにすることで、上腕三頭筋の長頭が強く働きます。ある研究では、オーバーヘッドのトライセプスエクステンションはベンチプレストレーニングよりもはるかに上腕三頭筋の長頭を成長させることができました。この種目はおでこの前で止める方法もありますが、これだと肩関節の伸展を使えないため長頭はあまり成長しません。必ず頭の向こう側にウエイトを移動させて、フィニッシュでは肘を伸ばすのと同時に肩関節の伸展を使って顔の前めがけて引っ張りましょう。肩を丸くする上で特に重要なポイントは姿勢を正すこと、肩の後ろ側を鍛えること。まずはこの動画を見終わったら、家にある鏡、ジムにある鏡でリラックスした時の自分の姿勢が猫背のようになって肩が前に出ていないかを確認してください。最初にも話した通り、ウェイトトレーニングをしている人は普通の人よりもなっている可能性が高いです。鏡を見た時に、あれ意外と肩前に出ているという人も少なくないと思います。
おそらくこれはほとんどの人は三角筋全部が後部よりも何倍も巨大化しており、全部と後部の力に不均衡が生まれるためだと思います。基本的には全部は1週間で3セットくらいやれば十分であり、その残った肩トレの時間は後部や中部を優先した方がバランスのいい肩になります。そのためトレーニングでは三角筋後部と上腕三頭筋の長頭をしっかりトレーニングして、肩の後ろ側を成長させた方が正しい姿勢を維持しながら丸みのある肩ができやすくなります。姿勢が悪いと思った人は胸郭ストレッチングと前鋸筋トレーニングがおすすめです。特にゴムチューブを使うストレッチは簡単にできてプレストレーニングの可動域も増える可能性があります。姿勢が悪くない人も準備運動や姿勢が悪くなる予防としてぜひやってほしいウォームアップです。ゆっくり10往復ゴムチューブを移動させるだけで OK です。最後まで見て参考になったと思っていただけたらぜひ高評価をお願いします。